韓国外交部は14日、南北共同連絡事務所の会所に関連し、米国と緊密に協議していると明らかにした。キム・ドゥクファン外交部副報道官はこの日の定例会見で、南北共同連絡事務所の会所を含めた全ての南北交流事業は現在、 国際社会における対北朝鮮制裁の枠組みを遵守するという原則元に推進しているとし、これに関して米国と緊密に協議を続けていると述べた。これに先立ちこの日、オサム一部当局者は記者団に向けて、8月中旬の南北共同連絡事務所解消を目標に北朝鮮と協議中とし、 構成や運営に関する合意書が最終段階にあると明かした。